はい、でガムを羽織っていただいたらですね、2人ペアになって作業をするのですが、回していただきます。はい、これ金属が入ってますので、それをポンポンと現場ではすごくやりづらくなってしまうかもしれません。防護衣を下ろしていただきます。そして、まあ、防護衣と手袋を装着します。という形になりますから、そうですね、もう数例経験をしております。